皆さんこんにちは、ニーナです。今日はドンキホーテでお買い物してきたので、そちらの購入品を紹介していきます。はい、はじめにこちらのネイルシールがなんと見えますか、10円でした。めっちゃ安くないですか。こちらはクリスマスのデザインになっているのでこんなに安かったのかなと思うんですけれども、このねゴールドのラメラメだったりギンガムチェックとかお花とか本当にクリスマスらしいデザインになっていて、でここにこの爪ヤスリっていうのかな、これで削ってこう爪に合わせてねっていうのがついていて、元値が500円とプラス消費税っていうことなので、もう超絶安いですよね。ちょっとね10円っていう破格でついつい買ってしまいました。はい、続いて2つ目もネイル用品なんですが、こちらはあれですね、スタンピングネイル のプレートが売っていました。こちらも100円というとってもお買い得なお値段でした。だって元値が614円ですもん。安いですよね。で、この柄が何て言うんですかね、こうなんかちょっとヤシの木とかあったりサソリとか、こう毒蛇とかスカールとか結構ダークな感じの柄かなと思いきや、ここにねあるのが多分ユニコーンなのかな、ユニコーンなので、なんかちょっとこういう柄って持ってないし100均とかでもなかなか出ないのかなと思ったので、まあ、100円だったしで買ってきました。はい、そしてこちらでも最後の商品となるんですが、こちらのラブライナーのアイライナーを購入してきました。こちらはですね、この日本のなんていうんですか、こうお土産用という感じで、日本独特のなんか絵柄が書いてあるパッケージで、これは忍者だったんですけど、あとこう歌舞伎とかいろいろ多分あったんですけど、色はこちらノーブルブラウンの色なんですけど、でこちらがお値段が698円でした。なので半額ぐらいですよね。で、私ラブライナーって実は使ったことがなくって、でもすごく口コミとかで評価がいいのも知っていて、で今回ねこんな風に安く売っていたので、パッケージが違うだけで中身は一緒だと思うので、ちょっとこれを機会に使ってみたいなと思って購入してきました。はい、以上3点が今日の購入品となります。結構ドンキホーテってこういうコスメ用品とかも売ってるし、こんな風にねすごい値下がりするときはもうなんか何パーセントオフとかじゃなくて、もうドドンとこう値下がりして本当に安く手に入ることができるので、結構私はちょくちょく覗いちゃうんですけど、皆さんももしよかったら覗いてみてください。本当ネイル用品とかは本当に結構10円とか100円とかで買えることがよくあるので、ネイルしてる方とか特に行ってみたらいいかなと思います。おすすめです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もぜひご覧ください。